悪夢の再来です。皆さんどうもこんにちは、ビビ懐かしのゆうゆうです。前回、エンジンがかかったんですごくテンションが上がっている大塚ゆうやと申します。こんにちは今回はですね、どんどんドレの方にいろんなパーツを直したり交換したりしようと思ってるんですけど、めっちゃ前回うるさかったんですよ。エンジンがいろいろエンジンかけてみたりいろんなことやりたいのにうるさくてできないんで、なんかおかしいなと思って小賀さんと前回最後撮影終わってから見てみたら、ちょっと見てください、ここ穴開いてんすわ。ということで今日はこの穴をまず埋めていきたいなと思ってるんですけど、なんとね、この小賀さんの小賀ベースにですねぴったりのこういう結束バンドがあったんで、これをまずつけて、本当はねそのパテオで埋めるとか、まあ、いろんなやり方があるらしいんですけど、溶接とかこのねマフラーもいろんな場所が錆びまくってて、ちょっと取り外すと怖いなっていうことで、一旦このバンドで止めて音がちっちゃくできるか、でできれば今日はついにこのガソリンタンクをつけてサブタンクじゃない状態で改めてエンジンをかけていきたいなと思っております。では早速これをまずつけるところからやっていきたいなと思います。今日は他にもいろいろやるぞ。さ早速やっていきたいと思います。おもういけちゃったんじゃないですか。止まりました、バンドをつけれたのでエンジンをかけて音がちっちゃくなってるかテストしてみたいと思います。聞いていただいた通り、うるさいです、結構でかい穴がもう一つ開いていました。なのでちょっと結束バンドをもう一つつけて、ちょっと対処してみたいと思います。2個目の穴も塞いだんでもう一回エンジンかけてみたいと思います。いきます。成功です。動画見てる人も分かるかな、こっちの感覚でも全く違います。上品になった。上品になりました。次の工程に行きたいと思います。次は、命を守る大切なパーツ、ブレーキです。こちらをですねまずちょっと綺麗にして、新しいパーツ届いてるんで、ブレーキレバーを使ってこいつがまず生きてるのかっていうのを確認していきたいなと思います。まずは洗浄作業です。どうぞ。いつものマジックリン。例えばさ、この前のさ、はい、スカッシュイーツ、あれってさ、ゆうやくんは自分の自転車で走ってたんだね。そうなんですよ。何キロぐらい走ったっけ。何キロ走ったのか俺分かんないですよね。あれどんぐらい走ったんだろう。11時から深夜1時まで走ってたんで12時間は走ってるよね、休憩抜いてもどうなんだろうな、どんぐらい走った、そんな走った。じゃあ10時間走ったとするじゃん、はい、でさ、時速15キロだったらさ150、そうなの。で20キロだったらさ、いや結構遅かったと思いますけどね。10キロで走ったとしてもさ100キロだよ。そっか、俺この間100キロぐらい走ってんのかな。余裕で走ってるぜ。マジっすか、やばいって。俺元気だな。元気だね今ここのネジを外すのに錆びすぎちゃってるんで、ドライバーが入っていかないっていうバイスプライヤー、こちらでこのネジを取っていきます、はい、バネの力で締めたら、はい、ロックされる。そう、ロックされる。ここのサイズはこの下のネジで決まるの。握り切る。まだ握れない。はい、じゃあどうぞ。握れた。はい、そしたら緩める側に、はい、ギュッ。はい、ま、お、回りました回りましたいや、いいコース、素敵な工具。はい、ロック解除。よかったよかったこんなとこでつまずいて、また俺となんかドリルで穴開けるとか嫌ですからね本当にもう結構綺麗になりましたね。めっちゃ綺麗になったよ。逆、はい、汚っ。こっちは本当もうなん海で釣りつけてたみたいになった。もうなってるね。海の汚れを落としました、うん。今回はブレーキレバーを折れちゃってたので新しいものを買いました。800円、安い。これつけていきます。はい、とりあえずこいつをきれいにして新しく買ったレバーをつけたんで車体に取り付けてみたいと思います。ざっと組み立てていきます。はい、ブレーキレバーが装着されました。シュッと来ました。
じゃあブレーキが生きてるのかちょっと確かめてみましょう。ブレーキがちゃんと生きてるのかやってみたいと思います。まずはこれを何回か握ることによってさっき取り付けたものが正常の位置に戻るそうなので何回か握ってみます。確かに今すっかすかっすね。かかってきたわ。すげえかけえな。何ですかこれは。ブレーキシリンダー組み付け液もう聞いたこともないやつ出てきましたよ。ちょっと今握ってみたらちょっと硬すぎるということで。おお全然違う。すげえ。伝わんないだろうな皆さん。すごいです。こう握った時にカクンカクンってなってたのがもうギュッギュッってなるよ。ブレーキ効くのか。あれ効いてる。まあ、ちょっと弱いですね普通に手で。でも効いてるでしょ。効いてはいます。はい OK。 見た感じ、はい、ブレーキいけそうです。お、本当ですか。いけそう。とりあえずブレーキは生きていたんでこれでいけそうだと。朗報ということですね。朗報。はい。ただあの空気が入り込んじゃってるんでその空気を抜く作業を今からやります。でこいつ外します。外せるかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。さっきラスペネアしといたんだけど、はい、オイルがこぼれる可能性があるので水平にしたいの。地面に、うん、緊張の一瞬。もうネジをドリルで開けるのやりたくないですから、ね、これ垂直だと思ったらお守りで1回でぶん殴ってから行ってみますね。はい。あー怖いかな。どうかな。こんな1個ずつ全部硬いか。行くぜ。緩めときますね。いや全然回んねえ。やべえよ。やばいっすね。怖えよ。マジですか。このネジはね腐るんだよ。もうドリルやりたくないですもんね。もうここドリル無理です。あ無理なんですか。はいここは無理です。ここはもう行った場合はもう交換途方に暮れるしかないです。途方に暮れたくないですね。あれえネジが潰れたっぽいな。ほらやべえな。本気でやべえな。全然動かない。もうなんならくじけてる。ダメだ。回らねえ。大事件勃発悪夢の再来です。皆さんまさかまたここで穴を開けることになるとは思っていませんでした。逆タップですか。逆タップだけど全然逆タップ入ってかない。上だけ取れちゃった感じですか今。いやこれやばいっすねこのネジ。死んでるよね。隣のネジが外れるかどうか叩いてみるか。そうっすね。またどうなんだ。回ってない。全然回ってない。まさかドリルダブルになるとは誰が予想したでしょうか。強敵が現れました。あ回んないっす全然回んないっすこれ。古賀さんのこの顔は見たことありません。ほらこうやってね中からほら空気出てきてるでしょ。あ空気出てきます。うんネジさえうまくいってればこれを今やって。そうやってネジね蓋閉められるんだけど、これじゃ蓋閉められないからさ。逆にここは買おうかここ買いましょうかね。ここなあここなここはもう今新品になってるんでレッスンは楽しいっすね。ただまあ今日はね交換するパーツいろいろあるんでまだ引き続きやっていきます。ただなちょっと見えてると思うんですけど見てください。古賀さんが動かなくなっちゃいましたちょっと気分転換でさ俺のバイクいじんない。あやりましょうやりましょう。はいということで、古賀さんのバイクです。こちらが古賀さんが今作っているバイクのマフラーをですねつけていきたいなと思います。古賀さんと私の今日は奥にもう一人、タクちゃんさんが、いらしています。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃかっこいいこのマフラー。吉村吉村気分転換でやったがだがしかしこちらも困難である古賀さんがここでダメだった遅めのランチだよ。野菜カレー美味しそう。はい続きましてデコンプワイヤー。聞き慣れない人もいるかもしれないんですけどもエンジンをかけやすくするためのワイヤーです。このデコンプワイヤーももう廃盤になっちゃってて売ってないんですけれども
あのアクセルワイヤーを譲ってくださったザットカスタムズさんが動画でやってたんですよ。 DR350 のやつが流用できるよってことで、それをゲットしました。ザットカスタムズさん、ありがとうございます。これをじゃあ取り付けていきたいと思います。はい、今から変えるのはこのワイヤーです。こいつが切れちゃってるんで、デコンプっていうのがこれで、こっからブワーっと来て、ここでこいつが引っ張ってこれが動くという、でこれをやるとエンジンをかけやすくなるんですよ。変えてきます。この切れちゃってた太鼓が埋まってます。出てこない。やべ、勘弁してよそんなの。真ん中に穴開きました。逆タップで取れるのか。おお、はい、デコンプワイヤーが取り付けられました。これがどういう、機能かというと、ここ見といてくださいね。今こうくっついてますよね。これをこう握ります。そうするとこう、もともとここにくっついてたものがこっちにロックされます。でこっちを見ると、ここがくっついたのが離れると。これによってエンジンの中の圧縮を抜いてるんで、キックがかけやすくなると。デコンプつきました。ついに私がサビ取りしたこのタンクを乗っけて、でちょっと中に若干まだゴミみたいなのがあったんで、それはキャブに回らないようにガソリンフィルターっていうのも今までついてなかった新しいものをつけてやっていこうと。これっぽくていいっすよね、プロっぽくていいっすよね。これです。これがガソリンフィルターです。やっていきたいと思います。まず、こちらのガソリンコックのこのホースの部分ですね。これがもうここに直接キャブがつながってたんですけど、この間にさっきのこれをかませていくという作業です。これ自体のゴムも交換するので、まず外していきます。はい、ここまでできました。こんな感じです。バイクに乗せていきます。こんな感じです。めっちゃかっこいいっすね。ここ燃料コックからこうガソリンフィルターを取ってキャブと、こういう見た目になりました。かっこいい。ガソリン入れます。タンクにガソリンを入れました。さあ行きます。ドン。ガソリン来ないな。逆でやってみようか。こっち、なんでか来ないな。コックって水取ったんだよ。コック通ったんですよ。じゃあもう少し振ってみますか。ガソリン入れてみようかな。ただちょっとここはなんか漏れてる気がする。漏れてる。あ、コックのこの止めてるところから漏れてるかもしれないです。じゃあちょっとエンジンかけてみるか。ガソリン漏れがあるかどうかは、引き続きチェックしつつ、時間も遅くなってきたんで、これでエンジンが改めてかかるかやってみます。タンクからもエンジンかかりました。ただ小さい問題はたくさんあります。はい、ということで、本日の作業は終了です。今日はね、全部50点でしたね。小笠こういう日があってもいいでしょう。前回はエンジンかかるっていうね、120点の日だったんで、今日はブレーキも新しいパーツを買わなきゃいけないっていうのと、マフラーもだいぶ音ちっちゃくなったんですけど、まだちょっと穴から出てましたね。でガソリンもタンクのところもガソリンフィルターは綺麗につけれたんですけど、タンク自体からガソリンがちょっと漏れてたんで50点と。全部足したら150点です。あ、そうですね。本日150点です。引き続きやっていきたいなと思います。小笠、今日もありがとうございました。またねー。はい、ということでね、本日は、50点だったので会議です。今後の会議を小笠さんとしています。ありがとうございます。付き合っていただいて、ここに今買わなきゃいけないものとか自害何するかっていう会議をして今日は終わりです。これがまた楽しいですよ。そうだね、はい。